どうもです。私はですね、今韓国チェジュ島に来ております。まあ、それでね、レンタカーでなんとか運転してここにやってきたわけでございますけど、今回のお宿がね、ここハイアットリージェンシー。それでハイアットね、今まで私泊まったことなかったんですけどもね、まあどんな感じなのかっていうのは、今回ここチェジュ島にはマリオット系のホテルもありますし、ロット系もありますし、シンラホテルもありますけれども、まあちょっとこっちを選んでみました。というのもね、ここのハイアットに関しては韓国式のオンドルタイプのね、部屋が、まあ日本でいうと和風ですよね、そんな部屋があるということで、そこの部屋をね、予約することができましたので、今回ちょっとせっかくなんで韓国来たんでっていうことで、ここに選ばさせていただきました。まあ見た感じだとね、一泊確かね2万円ぐらいしたと思うんですけども、まあなんかこうグアムのシェラトンを思い出させるような感じがして、結構古い感じがするのかなっていうふうに思うんですけども、まあでも5つ星っていうふうにも書いてますからね、中はめちゃくちゃ綺麗かもしれないですし、今からチェックイン話します。無事チェックインすることができましたね。今からね、部屋の方に行きたいと思います。結構中は綺麗ですね。それでこのエレベーターすごくないですかスケスケで、うん、真ん中にこうくり抜かれてあるタイプのホテルですね。今回は506というね、部屋でございます。なるほど、こういったお部屋になりまして、もう靴を脱ぐタイプですね。あ、それでスリッパもありまして、おおすごいな。まあ、ちょっとここは置いとこうか。それで中はこのようなお部屋となっております。うん、わでもいいですね。なんか今妻がつけてくれたんですけども、畳のにこう布団を敷くタイプではなくて、まあ洋風っぽいんですけども、ちょっとこう寒風といいますか、そういったものになっておりまして、外は海は見ることができますね。ここがまあこういう風な、日本と同じように座布団敷いてっていう風なものになっておりまして、それでこちらはお風呂になります。あ、洗面台ですね。はい、それでハイアットのこうアメニティっていうのは初めて見るんですけども、ポルティコスパっていう風なものになっておりまして、まあこういった風に綿棒とかあったり、これは日本語も書いてるな。あと歯ブラシとかもちゃんとねありますよ。こんなものもあったり、お結構でもいいですね。それでお風呂に関しては普通に洋風な感じとなっておりまして、先ほどの、まあ、アメニティポリティコね、こちらが置かれているような感じで、ただ若干こうよ結構古い感じかなっていうのが正直な感想で、まあでもお風呂をね、やっぱり浸かりたい人もいると思いますので、まあ、使っても大丈夫かなっていうふうに思います。こっちにシャワーもあって、こっちにもシャワーがあるんですけどね、うん、ここら辺のやつとかはもうちょっと変えた方がいいかもしれないですね。ちょっとね黄ばんでたりしますね。それでちゃんとガウンもあるような感じで、なんかここら辺のデザインが韓国っぽいですね。ちなみにテレビは LG のものがありまして、これあこういった風に枕もちゃんと硬いやつねあったりして、結構硬いのが好きな人には良さそうですね。ちゃんとそれで寒かった布団とかもあるような感じで、ここにまあスーツケースを入れてることができるって感じですかね、うん、まあ、こういったねお部屋がこうハイアットにもあったりするんですよね。もちろんここオンドルも対応してますので、今の時期はもういらないんですけども、まあ、冬だとねすごいあったかい空間で、まあね、ここを楽しむことができるというものになっております。まあ、意外とねこの韓国式のものっていうのはチェジュ島にはあるんですけども、まあ、ないホテルもマリオットとかなかったんで、今回ちょっとマリオットはパスしたんですよね、うん、でもここの、まあ、ハイアット、まあ、昔は結構多分良かったと思うんですけども、ちょっとまあ若干こう外とかね見るとなんか外観がくたびれてるのかなっていうふうには思うんで、だいぶ時間が多分経ってるとは思うんですけども、まあ、部屋自体はすごいね良さそうな感じなんで、まあ、ここで2泊今回滞在させていただきますので、いろいろね気づいたこととかあれば随時紹介していこうとは思うんですけど、今回はでも
朝食もなしのプランで申し込みましたし、まあ、せっかくなんでチェジュ島の外で、ね、なんか朝ごはんとか食べたいなって日に思ってわざとそういったふうにしましたし、特に今回はこう別に私はハイアットの上級会員でも何でもないので、あとアメックスとかも利用してもなんかこうなんかいい特典のやつとかなかったんで、もう普通にハイアットの公式サイトで今回申し込んだ形となるんですけど、1泊 2.2 万円とかそれぐらいの値段でございました。今日は朝ね飛行機乗って車で運転して慣れない韓国でね、それでここたどり着いたので、ちょっとゆっくりさせていただきたいなっていうふうに思っております。ハイアットリージェンシー夜でございます。まあ、それでね部屋でねまあこういろいろダラダラしててもいいんですけどね、パソコンをね、まあ、してたらこう椅子がなくて、うん、できないっていう風になって、ちょっとロビーでちょっとパソコンしてるような感じで、まあカフェだったんで、まあ何か注文しなければならないんでということで、まあ、こちら注文したんですけども、まあ、こちらのジェジュ島のみかんジュースでございます。1杯1000円ぐらい、うん、まあ席料と考えておきましょう、うん、本当にでも美味しいです、うん、日本でも飲めるかなこのみかんジュース。それでこっちはもう一つ、まあ、妻が頼んだやつなんですけど、みかんティーということで、ね、これもちょっとこっちのがでもなんかあんま飲めないような感じがして美味しいかな。みかんジュースはちょっと予想できるはずですけどね、うん、やっぱりパソコン作業するとなると、ああやってね和室とかもそうですけども、現代的なことをやるのであれば正直洋室の方が向いてますねそんなことを思った今回滞在でございます。まあちょっとここで、まあ、今日の動画アップしたりとか、まあ、動画作ったりとか、まあ、したいと思います。夜0時になりましたので、これからもう寝るというわけでございます。これ今思えばあれですね、無地ホテルと同じような感じですね、うん、まあこれを多分、ね、和風とか韓国風とかで、まあ、今風にすればこういったデザインが一番いいのかなっていうのは思いますね。それでチェックイン時は言わせてたんですけども、水がねボトル1本ドドンということで、こちらをねフリーボトルとなっておりまして、これよく私の妻の実家とかでもよくある水なんですけども、ジェジュっていう風に書いてるんでね、ジェジュ島の水ということでこちら置いてるんですけど、もうこれ珍しいですね、この1本ドドンってね、2人でもシェアしようってことでしょうか。まあ、結構韓国の人って、ね、カップラーメンとかね部屋で食う人が多いんで、多分それでこんなやつ置いてるのかなっていうふうに思ったり予想します。それでね、残念なのがね、まあコンセント、ここに関してはねこっち側にないんですよね。そう、結構いいベッドなのにそのね、コンセントなきゃスマホ充電しながらね寝れないじゃないですか。朝起きた時に満タンで、あ、今日も一日なんかこういい朝過ごせそうだなみたいなね、葛藤ないですか。僕がネット中毒だだけでしょうか。なんかそういったのがあるんで、それがないっていうのは本当にもう残念で仕方ないっていうふうに思うんですけど、普通に充電しないで寝て、まあ明日朝モバイルバッテリーとかで満タンにしようかなっていうふうに思っております。激しくやるとあれなんで、軽く。ではおやすみなさい。おはようございます。今チェジュ島2日目の朝でございまして、おお、でも朝は結構いい感じですね。若干肌寒いですけども、部屋がすごい暖かくてね、うん、オンドルで5月でもなんか気化してるようで、うん、とても部屋の中は快適ですね。朝ごはんもついてないということなので、まあここで食べてもね良かったんですけども、せっかくなんでまあなんかこう周りで食べるとこないかなっていうふうに思って、レンタカーで今からちょっとどっか探してね向かいたいと思います。あ、今日は晴れてよかったです。ここのバッテリーがもう 70% ぐらいになってるんでね、そこがちょっと心配ですけども、もしかしたら今回の旅行でどっかでチャージしなければならないかもしれないです。今ね向かってるわけでございますけど、市場にねこう右から右に行く場合は韓国逆車線になるんで、そう、それは行けるみたいですね。まあ、これは日本だと行けないんですけども、だからそういった微妙なルールがあったり、でもまあ迷ったらとりあえずは止まって、すぐ後ろの車が教えてくれるんでクラクション鳴らしてね。韓国はめっちゃクラクション鳴らされるまで早いです。僕ももう 3,4 回ぐらい鳴らされましたけどね。いやでも皆さん教えていただきありがとうございますということで、市場に到着いたしました。まあこんな感じで来てみたらもうね充電が半分ぐらいになってて、まあ、携帯だってかなり怪しいみたいな、ね、感じなんですけど、幸いなことに駐車場に
充電器がありまして、ちょっと使ってみました。うん、結構まあ簡単ですけども、まあこれ妻がいたんでね、簡単だったんで、すごい韓国語しかないですし、まあ多分外国人が使うのはもう無理ですね。こんな風にまあ充電して、もうスマホみたいな感じですね。これはかっこいいですね。それでね、日本のクレジットカード使おうと思ったらね、使えなくて、妻の持ってた韓国のクレジットカードでチャージしたような感じになりますので、まあやっぱりこう、外国人が使うってなると、やっぱりガソリンの方がいいですね。うん。これはむずいです。それでね、種類もいろいろありまして、あっちはまた別のタイプらしいんですけども、うん、してますね。キアの自動車を。それでまたここは私がやってるところはなんかよくわかんないですけども、BMW がね、チャージできるところです。まあチャージしながら、まあここで駐車しときたいと思いますので、いやー、よかったです。毎日オルレ市場っていう日に日本語でも書いてますけど、ちょっと遅いですけども、もう10時半だ。はい、こちらでいただきたいと思います。朝からまあ刺身を食べようと思います。うん、贅沢。人もいないけど営業してるんで、まあ、入っても大丈夫でしょう。先ほどのね、あの店は11時からオープンということで、まだ30分ぐらい早くて入れませんでした。というわけでちょっと今ブラブラして、なんか食べるものあるか、それとも何か待っとくかみたいな感じでちょっと迷っているような状況でございます。チェジュ島ではタチウオが結構有名みたいですね。こういった風に今市場こんな感じでいろいろ、さすがやっぱ島ということもあって魚は取れるみたいですけども、うん、こんなものが売ってます。私はちょっと魚はね詳しくないんで何ともコメントしがたいんですけど、アワビとかかな、うん、なんかすごい美味しそうなものがたくさん売っております。キムチも売ってますよ。干したやつね、こういったものも売っております。みかんがまあ有名ということで、こんな感じでいろいろ売ってるんですけども、まあ、妻がプサンの実家にみかんを送るということで、直接プサンからネットで注文した方が安いんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、今注文しております。みかんもちょっともらいました。もらったというか買ったんですけど、1個意外と高くてね、100円とかで売ってたんですよ。だからそれぐらい美味しいのかな、まあ、観光客価格だとは思うんですけどね。はい、じゃあこれちょっと妻が食べかけのやつ、これね、はい、失礼します。うまい、うん、めっちゃ甘い。あの砂糖がめっちゃもう入ってる感じ。今の時期で日本でも取れるんでしたね、みかん。あんま売ってるイメージはないですけど、これはでも今の5月でもチェジュ島は売ってますね、こんな美味しいみかんが。厳密に言うと、まあ、みかんではないらしいんですけど、でも、まあ、みかんかな、日本の感覚で言うと、うん、そんなやつ。ここの観光客の人もなんかこう買ったりしてますね。ベストもチェジュ島来たらみかん切ってください。アワビとエビね、こちらをいただきたいと思います。刺身もね食べたかったんですけど、なんか今はなんか時期じゃないみたいな感じで、うん、そういった風に言われてたので、今回はアワビとエビをメインにいただきたいと思います。カルテレスの먹이잡고소떼기4,5,000원。こんな風に食べやすい、これを、まあ、コチュジャンとわさび醤油があると、まあ、当然わさび醤油ですよね。いただきます。うん、うまい。うん、まだ生きてる。濃い濃い。でもすごい海の味がする。牡蠣に似てるね、やっぱ味が。個人的には牡蠣のが好きかな。もうしっかりいただきたいと思います。でもエビがうまい。エビがおすすめです。無事充電もできましたので、今からまた新たなところに向かいます。ほぼまあ 90% ぐらいにはなりましたけどね。結構チェジュ島ってでかいんですよね。それで逆側といいますか、ちょっとこういった風に
ぐるっと海岸沿いを行こうとしてるんですけど、46キロで、だいたい50分とかかかるそうですけど、 BMW なんだって借りてるんですから、まあ、運転しようと思います。いい感じのところ見つけたんで、宮古島っぽいですね。コーヒー、もう一つこちら、チェジ島のみかんのラテみたいな、そういったのもありました。これうまい、飲むヨーグルトみたいなやつで、みかんも入ってて、まあでも眠たかったんでね、運転したら疲れますね、というわけでカフェイン入れて、まあ、もうちょっとねしたら目的地の海岸の方に着きそうなんで、またね、あの BMW バッテリーがね 75% ぐらいになってきて、多分20キロぐらいしか走ってないと思うんですけどね。いや結構電池ね気になりますね、ガソリンよりも明らかに速いですね、スピードが。なんか元々 BMW のやつはちっちゃいらしいんですけどね、それでも結構気になるんで、心配性の僕にはちょっとあれ向かない車かなというふうに思いますね。海にね到着いたしました。ここにちょっと散歩コースみたいなのがあるということで、めっちゃ車が集まってる感じですね。それで、まあ、韓国の車を見てるんですけども、キア、キア、ヒュンダイ、もうほとんどキアかヒュンダイって感じですね。あんまり BMW とか今回借りたようなものはなくて、日本車はもうないです。はい、こんな感じですかね。外車もないな、まあ、ほとんどレンタカーだと思うんですけどね、ここにあるやつは。なんかあの H がついてる、あのねフフフみたいな、あの丸くて帽子ついたやつ、あれがなんかレンタカーっぽいですけどもね、もうちょっとブラブラ、まあ、運動がてらちょっと歩きたいと思います。ソプチコズっていうところらしい、狭い土地っていう意味って書いてますね、あのチェジ島の方言で。やっぱり沖縄みたいにこう独特の方言があるみたいです。今のがね多分ここら辺だと思います。それだからチェジュ島のさらに離島でなんかねこう車の運転をしたりとか、そういったあの観光の仕方もあるらしいんですけども、今回はちょっとやめとこうかなっていうふうに思っております。今回泊まってるハイアットリージェンシーが多分ここら辺ですね、よく書いてると思うんですけども、それで空港がここになるんで、結構でもこっからハイアットからあそこ今いるところまでだいたい車で1時間とかかかったんでね、結構だからでかいですよね、そう考えるとね、チェジュ島はね。こんな感じのところで、まあなんか日本でもありそうなところですね、観光地的な。すごい人がいて、どっちかというと私は今までなんか撮ってきたこうドライブの、あの人がいないようなところを走る方が気持ちよくていい感じでしたね。まあここら辺はツアーのバスとかも来てるんで、結構中国人の方とかも、ね、多いですね。はい、というわけであっちまで行こうとしましたけど、ちょっとめんどくさいんでもうこの辺で切り上げます。こちらラーメンがね、あの食べれるということで結構人気のところでね、はい、こちらで食べてもう今日は帰ろうかと思います。メニューこんな感じで美味しそうじゃないですか。まあ私は普通のあのヌードルウィズポークスープ6000ウォンの600円のやつですねを頼みました。それであそこにある豚が2500円ですけども、あれも黒豚かな の、まあ、あの肉ということで、結構頼んでる人も多いですね。皆さん金持ちですね。どっちとも美味しそうですね。肉も乗っておりますので、まあ、伸びないうちに食べたいと思います。全然ないです。まあでも日本のね、あのサヌキうどんとかラーメンとか食べると、どうしてもやっぱり中国もそうですけど、麺を食べてコシのなさが
ちょっと違和感感じますけど、これはこれでも美味しいですね。黒豚も美味しいです。豚骨の味をすごいあっさりしてます。辛いのが好きなのはあっちがいいかもしれないです。こっちはまあ無難ですけど、韓国来たら辛い方がいい。とりあえずどっちも美味しいです。やっぱ人気の店だけあります。また運転してね、スーパーマーケットにやってきました。というのも運転してたらね、もう 40% かなっちゃって、明日まあ朝ちょっと早くね、もうチェジュ空港に行きますので、まああのあんまり明日バタバタしたくないということで、家で帰ろうということで、もう 43% までなっちゃいましたね。これはちょっとやっぱ厳しいですね。まあでもこういう風にたくさんチェジュ島にはね、チャージできるところはあるのはありがたいですけど、だいたい 50% ぐらいだと25分ぐらいでチャージ完了するみたいですね。な感じとなっておりまして、結構なんかこうでかい大根とかもね、売ってたりします。まあ、ほとんど日本とは変わらないというか、まあ、韓国で一般的なスーパーとは変わらないという印象でしょうかね。あんな風にジェジュ島のジュースが売ってたり、やっぱりここにもみかんが売ってたりしますね。今宿に戻ってますけども、まあ、マクドとかね、スターバックスに関してはここのチェジュ島ございます。ホテルのね、プールとフィットネスセンターみたいですけど、こんな感じで、ね、プールはすごい室内にありまして、夜でも泳ぐことができるらしくて、海を見ながらね、ジムもこちら海見ながらね走るということで、まあ、ここに関してはかなりいい感じですね。すごいリゾート地ですねいいですね。レンタカーとりあえず無事で終えて、まあ、帰って風呂派も入って今から寝ようかなっていうね状況でございます。いや本当にね緊張はしてたんですけども、まあ私あんまり日本で運転してない分ね、車線が逆とかね、ハンドルが逆っていうのはあんまり違和感がなくて、ちょっと危ないなっていうところも正直あったりはしたんですけども、こうやっぱりこうちっちゃいね車体ですし、入れる時とかもカメラがついててすごいバックとかでね、入れやすかって、いいなっていう風にね思った次第でね、テクノロジーにね助けられたような感じでございます。まあなんとか今日無事本土に置いてよかったなっていう風に思いまして、明日はまあ空港にまあ向かいまして、その前に返却という流れになります。最後まで気は抜けないんですけども、まあ、無事ね運転できればいいなっていう風に思ってます。もう今日はねちょっと疲れましたので、ぐっすり寝たいと思います。おはようございます。今朝の9時でございます。まだ8時か、今日フライトは国内線でね、ソウルまで行って昼のフライトに、そういった感じなんで、まあ1時間前に、まあ、行けばいいんで、ちょっと早めにって感じでね、まあ朝ごはん食べたら、まあ、出ようかなっていうふうに思っております。昨日ちょっと買ってきてね、コーヒーこれ130円ぐらい、それでねこれチェジュ島のなんかヨーグルト美味しいということで、なんか200円ぐらいでね売ってて、これネットで評判だったんでちょっと買ってみましたと。それで昨日買ったみかん500円、そんなものをちょっといただきます。これ気になるな。おお、うん、うまい。次にみかん、あ、ひげがついてると、皮がめっちゃ厚くて、まあ、みかんじゃないとつまり、うん、うん、やっぱみかんうまい。準備して空港にぼちぼち向かいたいと思います。こちらのハイアットリージェンシー、すでにもうチェックアウトしております。今はね8時45分でございまして、今日は晴れてよかったです。まあ、それでここのハイアットなんですけども、1985年に作られたということで、
お、僕とほぼ同じような年ですね。うん、まあもちろん中はね、あのリフォームとかしてるとは思うんですけども、まあ、外見自体はね、なんかそんな感じかな、その当時の建物かなっていうような感じがしてたので、お、それぐらい古いのかみたいなね感じで思いました。まあ、他にもね、ここのエリアにはこうロッテホテルとか、あとシンナホテルとかありますので、そっちの方がまあ多分新しくて高くていいんじゃないかなっていうふうにはね思います。ここのお客さんはね、ほとんど韓国人で、でも1割ぐらいはね、あの白人の方もいらっしゃいまして、何かしらチェジュ島にあの用事があって来てるとだと思いますけれども、それ日本人の、ね、人は0人でしたね、私の知ってる限りは。だからあまり日本人はチェジュ島にそもそも来ないっていうのもありますし、まあ、ハイヤーって止まらないのかなっていう、ね、あの感じがしましたね。うん、というわけで、まあ、今からね、レンタカー、あの安全運転で空港に向かいたいと思います。空港でまたね、あの総括についてはお話ししたいと思います。到着いたしました。レンタカー会社がいっぱいあってね、どこをね行けばいいんだみたいな迷ってね、これはちょっとね、妻がいたからなんとかなったんですけど、いなければ絶対無理ですね。はい、というわけでね、まあ大手でね借りた方がいいとは思います。チェジュ島でバッテリーも結構減ってたんでね、いやギリギリだったなっていうふうな感じは思います。チェジュ国際空港に到着いたしました。本当にね、まあ、韓国でレンタカーってめちゃめちゃ心配だったんですけども、まあ、普段あの、ね、ソウルとかプサンとかの荒れた運転を見てたんですけど、でもここの、ね、チェジュ島はね、やっぱりこう初心者の方も多いのからか、外部の方が多いのからか分かんないんですけども、まあ、結構優しくてね、クラクションもほとんど鳴らされずに車の運転することができました。いや良かったです。ぜひとも皆さんもね、あのチェジュ島来た際はレンタカー借りてみてはどうでしょうか。すごい安く借りることができます。ただ今回ね、私の妻のねパワーを使って、まあ、私もね運転できたという感じなんで、まあおそらくハーツとかね、外資系の航空あのレンタカー会社っていうのもありと思いますので、そういったところだとね、英語とか日本語とかも通じてね、あのより分かりやすいと思いますので、ぜひともね、そういったところでまあ借りることをねお勧めしますかね。あのカーナビとかもね、もう韓国語しかないんでね、もう妻が翻訳してくれたかなんとかなったんですけども、まあちょっとなかったらかなり厳しかったかなというふうに思いますね。うん、でもとりあえずは滞在、あの楽しく滞在することができました。まあ、日本からもね、あの近いあのチェジュ島でございますので、ぜひとも、まあ、皆さんね、あのこう結構韓国好きで、まあ、ソウルとかプサンとか行ったよっていう人がいるのであれば、またちょっと変わった雰囲気あそのしておりますので、滞在していただければと思います。ただ思った以上にこう沖縄っぽいところを考えてたんですけど、意外とこう韓国本土とあんまり変わらないのかなっていうのが正直な感想でしたね。結構韓国の本土のこうソウルとかプサンの文化がこっちにも当たり前のように入ってきてね、なんか沖縄と、ね、日本の本州だとだいぶ雰囲気は違ったりしますけども、そういったところはそこまで感じることはなかったですね。ただまあ海も綺麗ですし、まあ山もありますしね、はい、とてもあのいいところでレンタカーすることができました。なんかねテスラもねあの借りれるそうなんで、ぜひともねちょっと次回テスラをね借りてレンタカーしてみたいなみたいなねあの感じで思っておりますので、まあぜひともね好評であればまた第2弾のチェジュ島巡りっていうのもしてみたいと思います。まあ、この動画面白かった、役に立ったって、ぜひも高評価チャンネル登録お願いします。また Twitter、Instagram、ブログやってますよ。フォローとチェックしていただければ非常に嬉しいです。私はねここからねあの大阪に直行便で帰るのではなくて、あえてねあの韓国の国内線に乗って銀浦に行って、そこからねあの関西空港に今日帰る予定でございます。まあ、そこもね当然フライトレビュー撮ろうと思ってますので、ぜひとも楽しみにしていただければと思います。まあ、こんな感じで今回の動画終わります。それでは。